マルティンはエミリア・ロマーニャ GP 決勝レースでは序盤にフランチェスコ・バニャイアや、ルカティを追い抜くと、その後は終盤までトップを維持し続けた。ただ終盤は追い上げてきたバスティアニーニからプレッシャーをかけられた。そして最終ラップのターン4でバスティアニーニはイン側に飛び込むとマルティンと接触しながらトップへ浮上。マルティンはこの時ランオフエリアに弾き出される格好となってしまった。 怒りのジェスチャーをしながら復帰したマルティンはそのまま2位でフィニッシュしたが、彼は結果的にこの追い抜きで勝利したバスティアニーニに対し、やりすぎな動き、だったと批判している。なおバスティアニーニのオーバーテイクは特に審議対象になることもなかった。僕はあの動きがちょっとやりすぎだったと思っている。彼は僕をコースから押し出してきて、僕は戦いに戻れなかったんだからね。マルティンはそう語る。 あの時、僕は少しジェスチャーをしてみせたけど、少し熱くなっていたんだ。それはともかく、僕は今日最強だったと思うし、勝利に値すると思う。とはいえ思い詰めてはいないし、次にまた挑戦するよ。ああした動きをする余地はなかったと思っている。でも何も変わらないだろうから、この件について話し続けても意味はないだろう。もちろん、 自分は勝利に値すると思っているよ。彼があの動きをするにしても、少なくともクリーンにやって、接触はしないで欲しかった。また、ダズンの取材に対してマルティンは次のように語っている。確かにエネアは最後まであそこにつけていたから、勝利に値するだろう。でも何週にもわたって先導してきた後、コースから追い出されたわけで、これは僕の予想していたような結果ではなかった。 でもそれが現実だ。エネアのオーバーテイクにはあまり納得できていないけど、それが起きたことなんだ。ただ、僕がやってしまった反応は良くなかった。不必要なものだったし、その場の勢いでやってしまったジェスチャーについては謝るよ。でもオーバーテイクはフェアではなかったと思う。僕が何を言っても変わらない。様々な方向から僕は批判されるだろうね。 またマルティンはレースディレクションの考えが常に一定なわけではないことも指摘している。これにはバスティアニーにもターン4での追い抜き時に白線を越えていたことが関係している。ターン3からかなりうまく立ち上がっていたんだ。誰もこのライン上に入ってこれないように締めていた。だから彼がインに来たなら、僕はバイクを起こして避けなくちゃならなかったし、僕らは接触もしてしまった。 そして仮に彼がライン上に止まっていたならまだしも、彼もワイドになっていたんだ。僕らはレースディレクションで話をする時もあるけど、いつも明確じゃないし、常に一定でもないんだ。